アデコはスイスに本部を置く総合人材サービス企業。世界60を超える国に5000を超える拠点があり、3万4000名を超える社員がいる。売上高は日本円で3兆円超。スイス証券取引所上場企業。1957年にスイスのフランス語圏に位置するローザンルで人材サービス企業のアディアが創業以降、北米やオセアニア、 日本を含む世界各地域にサービスを拡大した。一方、1964年にフランスリヨンで人材サービス企業のエッコが創業1980年代前半までにフランス国内最大の人材サービス企業に成長していた。1996年に両社が合併することによりアデコが設立された。アデコは2000年に アメリカの人材サービス企業であるオルストン・スタッフィングを2006年にドイツの人材サービス企業である DIS を2010年にアメリカの人材サービス企業である MPS グループを2015年にカナダの人材サービス企業であるナイツ・ブリッジ、ヒューマン・キャピタル・ソリューションズをそれぞれ買収した。売上高は総合人材サービス企業として世界第一位を維持している。 最大の収益源はフランスであり24%を占める。北米が19%、日本は5.7%、スイスは2%などとなっている。本部は中ヒ市の北港に位置するコミューンのアプフィコに置かれている。また、フォーチューングローバル500、フ・チー・ヨングッドといった国際的な評価も得ている。アデコの前身であるアディアが 1985年7月29日に日本法人を設立したことに始まる。ありがとうございます。